ぽんちゃん。おはよう、ぽんちゃん。そして、面白い格好になってるね。ぽんちゃん。はい。外はですね、雨がかなりザーザー降っているにもかかわらず日が出ています。なんだかとんでもない感じの天気ですが、九州はだいぶ被害が出ているようです。そんな七夕なんですけど、雨だけども織姫彦星は多分この晴れ間、すっごい、隙間になっている晴れ間で合うんでしょうか。ポンちゃんが、はい、ポンちゃん、ポンちゃんはなんかバタバタ落としてるね、今ね。はい、今日は七夕なので笹と短冊やります。どこら辺見てる？あのさ、そこのあれにくさっと刺してほしいんだけど。刺す？斜めっちゃうよ。いいや。ちょっと重たいみたい。あ、ついてた。サラのおやつ、これをあげてみます。なんていうの、チョイっていうの、ヤギミルク、チョイ、あ、ツーなんだ、チョイーツ、はい、チョコっとスイーツのチョイーツ、おやつだよ。なんかかわいいよね、パッケージがね。
ちゃんとお乳のあれだから、このミルクの瓶になっています。あげてください、はい、ここが切り口。あ、ポンちゃんも早速見てます。どんなのかな、どんなのかな。あ、こういうやつなんだ。あ、ミルクなのかと思った。ミルクっぽい、二人で見てる。ミルクっぽいのかと思ったら、なんか不思議な大根おろしみたいに見えるね。え、ほんとね、ヤギの乳の寒天って書いてあるよ。ヤギ乳寒天です。よいしょよいしょ、ちょうど二つになったかな。よしよし、ちょっかミルクっぽい、ミルクミルクした感じかと思った。ちょっとし、よしよしよしよいしょ、はい、じゃあ食べますか。はい、じゃあポンちゃんくんね。はい、ポンちゃんどうぞ。あれ、ポンちゃんは、ジャンくんは食べてるね。ポンちゃんいらないの。はい、おやつの時間でした。よかったですね、おいしいな。